お待たせいたしました。ただいまより秋田竿燈まつりを行います。国の重要無形民俗文化財に指定される秋田竿燈まつりは、短い秋田の夏を盛り上げる風物詩として8月3日から6日までの4日間行われます。その始まりは江戸時代中期とされ、真夏の病魔や邪気を払うねぶり流しという行事を原型に、その後厄除け、みそぎ、五穀豊穣などを願う現在の祭りに変化したものと伝えられています。一本の重さが50キロを超す竿燈を自在に操る指し手と呼ばれる演者のダイナミックな技は見る者を魅了します。踊るようなバチさばきと軽やかな笛の音で賑やかに演技を盛り上げる囃子方が祭りに花を添えます。現在竿燈に携わる町内は城下町を中心に38町内、近年では企業や一般団体も加わり、毎年約280本もの竿燈が会場の大通りを埋め尽くします。秋田藩久保田城下の町民たちの心意気と誇りをかけて守り続けてきた伝統は、時代を超え脈々と受け継がれてきました。さあ、それでは本場の臨場感をそのままに、竿燈が祭り会場へ繰り出す時に鳴り響く流し囃子を合図に、いよいよ力と技の共演の幕が開きます。次
は肩。竿燈を掲げやすく最も覚えやすい技。利き手で上げた竿燈を流しでまっすぐ首の付け根に下ろし、軸足と竿燈を一直線にするのがポイントです。最後の演技は腰。かなりの修練が必要な高度な技。上体を程よく横に傾けバランスを保ちます。5つの基本演技の中でもクライマックスに映える大技です。はい、それでは会場でご覧のお客様、ご一緒に掛け声と手拍子をよろしくお願いいたします。どっこいしょー、どっこいしょ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 。もう一つ竿燈に欠かせないのがお囃子です。広場後方の櫓をご覧ください。
三人一組となって刻む関東独自の本囃子は、祭りの雰囲気を盛り上げるだけではありません。指し手が重さにぐっと耐えるとき、大見得を切って観客の拍手に応えるとき、その華やかな演技の一瞬一瞬を支える囃子方の名演奏にもどうぞ拍手をお送りください。